はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、予告、遊戯王ワールドチャンピオンシップ2023というお知らせがね、本日届いておりましてですね、かなり面白そうな展開になってまいりました。ワールドチャンピオンシップ2023、まあ、いわゆる、まあ、WCS ってやつですね。WCS2023、 今回はね、あのコロナなんかも、まあ、ある程度落ち着いてきたということで2023開催されるっていうのが、あの前々から決定していたんですが、お知らせは本格的に来ましてですね、これ今回めちゃくちゃ面白かったのがね、マスターデュエル初の世界大会予選が個人戦、まあ、これはいつも通りですね。本戦をチーム戦方式でやるって書いてあるんですよ。あ、チーム戦ってどういうことってなるじゃないですか。まあ、一応日程はね、あの5月の16日から29日までやって、ファーストステージがね、でエリア代表決定戦っていうのを、まあ、後半の方でやるよみたいな感じで書いてあるんですけども、でこの後半の方のエリア代表決定戦で多分ランキングが決定されて、まあそのエリアごとにね、例えばまあ日本だったら何名までが、あの本戦出場できますみたいな、でなんかその、アメリカだったら何名まで、ヨーロッパだったら何名までみたいなね、感じでその代表が決定していくことになると思うんですよね。あのデュエルリンクスっていうゲームがそうだったんで、で本戦をチーム戦で行うっていうのが一体どういうことなんっていう、どういうことなんっていう話なんですけども、こ下の方に書いてあるんですよ。WCS2023 本戦について3人1組でのチーム戦になりますと。これね、完全にですね、ワールドライディングデュエルグランプリなんですよ。5Ds、 チーム 5Ds です、これ、はい、チーム 5Ds VS チームラグナロクみたいなことが、あの開催されるらしくて、これめちゃくちゃ面白そうですね。エリア代表に選ばれた方は、まあ、要するにさっき の、 あの予選で、まあ、その何人までっていうランキングの上位に入った個人の人ですね、はい、がチームを組む同じエリアの人を2名選出をすると。これ多分ですけど、これ自分で選べるんですよね、エリア代表の人が。で2名選出していただいて、本戦への出場の申請をしていただきますと。でチームメンバーの選出条件は、WCS2023 予選でエリア代表と同じエリアで予選のエリア代表決定戦に参加した方だからね、まあ、要するにですね、予選突破してるやつだったら誰選んでもいいんですね。エリア代表は、エリア代表は例えばですよ、なんかお友達でもいいです。極端な話、マジで、もう俺が仲がいいからこいつと一緒に出てっていう。例えばだから優勢だったら、俺はジャックを信じてる、俺はクロを信じてるから、この2人と一緒に出るみたいなことでいいわけですよ、これ。だ結構これ革命じゃないですか。まあ、今回一応そのエリア代表の人のお友達だったら出れるっていう。まあ、あの勝つ目的であればね、そのお友達であろうと強い人を選ぶと思いますけど、っていうかそのエリア代表になった人がね、あの弱いやつと組むわけないんで、まあ、あのその周りにいるお友達は多分きっと強いとは思うんですけども、あのそういう世界大会の進出ができると、これ結構革命だと思うんですよね。他のカードゲームとかだとあるのかな、ちょっとあんま聞いたことないんですけど、その要は基本的にはその本戦に出場した人は、予選を勝ち抜いてね、ランキングで成績が一番いい人が出てくると思うので、これなかなかの革命じゃないですか。これすごいですよね。これまあこの書き方だとその、中から選んでいいよっていうことだと思うんですよね、はい、でエリア代表同士で逆にチームを組むことができないということなんで、だからその例えば、まあ、日本で1位から、まあ、じゃあ10位までだとするじゃないですか。1位から10位までの人がいたとして、その中で3人とか無理だと、はい、だから、1位の人は1位のチームがあり、2位の人は2位のチームがありみたいな感じなんで、本当にマジでワールドライディングデュエルグランプリなんですよ。急になんかホセが走り出す可能性がありますよね、急にホセが走り出す可能性すらあるということなわけですよ。だあれですよね、もしかしたらこれがデフォルトになって、今後なんかマスターデュエルの公式大会は、まあ、必ずチーム戦で行いますみたいな、そういうね激アツ展開が、巻き起こる可能性すらあります。はい、でこれめちゃくちゃ面白そう。まあ、ちょっとね、そのメンバーの選出のこの辺が明確にならないと、なんかどう本当にどうなるのかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、これ読むだけだと、まあ、本当にその選び方はもうエリア代表にお任せしますみたいな感じで書いてあったので、これはなかなかない試みになるんじゃないかなと、はい、思います。で今回の WCS はかなりボリュームがあって、OCG とデュエルリンクスとマスターデュエルの3部門での開催を、予定しているということで、コナミさんもこれめちゃくちゃ大変だと思いますけどね。まあ本戦へのね、参加を目指している方はぜひこの、予選ファーストステージ、そしてエリア代表決定戦、これ頑張っていただいて、でまあこのチーム戦面白いの反面ね、多分いくつか問題点もねあると思うんですよね。
例えばですけど、なんか不正がいろいろなんか思いつくなと思って、なんか一応マスターデュエルってアカウントが連携してるんで、なんか多分3人とか4人とか5人とかで1アカウントを分回すとかも一応できるんですよ。だからなんかその3人でなんかうまいことこうずっとマスターデュエル1アカウントをねずっと回すみたいなこともできなくはないと思うし、あと、まあ、一応ですね、裏でね、全プレイヤーに対して、マサデール全プレイヤーに対して、なんか、僕が権利取ったら、チームに入れてあげるから、君が権利取ったら、チームに入れて、みたいな、交渉したら、理論上、絶対、世界大会出れるとかね。あとさ、3人とか4人とかで走って、ほんで、なんかその、マッチングした瞬間に、なんか、即されするみたいなね、サレンダーするみたいな、なんか、そういう走り方を、要は、なんか、トスですね、トス行為。ポイントのトス行為、なんかこういうのもなんか生まれる可能性があってちょっと怖いなと。金でそのなんか代表を取った人になんか金を払ってなんか俺をチームに入れてくれみたいなこともできなくないと思うし、だからねその辺はちょっと大丈夫かなっていう不安点は一応ありますけども、はい。今からねそのわちゃ強い人にゴマすりまくれば出れるっていう可能性がなんかゴマすりまくれば強い人にゴマすりまくとか出れるみたいな可能性も一応ありますので、まあちょっとその辺はちょっとどうなるか分かんないんですけど、まあそういう新しい方式で行われる WCS で僕はとても楽しみです。はい、皆さんもぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。はい、ぜひ皆さんもどう思ったかコメント欄で教えていただければなと思いますので、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。